ポギを食べるために今日頑張ったと言っても過言ではない。種投げお願い、ありがとう、ありがとう。てかそう、ずっと言いたかったのさ、仙台弁こけし、あれさじわじわくるね。こんばんは。アンチさんのリプ見れなくなってた。なんかリプを非表示にするってやつがあったんですけど、それって皆さん見えなくなる？なんかそう、非表示にしてみた。こんばんは、ありがとう、パリスおじいちゃん、こんばんは。こんばんは、ありがとう、トトロさん、こんばんは。みんなの通報公開せパチパチ、あ、それもあるかもしれない、それもあるかも、ありがとう。んーと、実はトッポギ食べたことない。いや、なんかおいたんも食べたの、多分大学生とか大学3年とか4年とかにやっと食べたぐらいで、そう、はい。で、なんかトッポギに、なんか今なんかわかんない、溶けてなくなっちゃったけど、なんかチーズを上に乗せて温めたらなんか溶けて消えたはい。なんかこれなんかね、丸っぽい餅と、まあ普通のよくあるなんか形といろいろ入ってるやつで、そう、まあみんなお腹空いたでしょ、そろそろ食べな、ご飯。よし、じゃあ、はい、みんな、なんか結構暑そうなんだけど、ほら、みんな食べな。あー、うん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 、うまい、やばい、なんかちょっと辛い、うまい、辛い、うん、うまい、餅になってまうわ、おいたんも、うん、うまっ、うまっありがとう、亀レモン。うんーだ、うんー、トッポギかわいい、ありがとう、ナシさん、こんばんは。うんー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 だ、こんばんは、ありがとう、ハク様、こんばんは、おかえり、トッポギ。好きなお肉はアドレノクロム、肉じゃないが、何それ、恐竜の名前みたい。これが噂のトッポギが、そう、トッポギはでも、なんかトッポギだけもいいけど、葵ちゃんは、なんかチーズタッカルビに入っているのが好きかな。ありがとう、てりたまさん。トッポギいいなぁ、そう、トッポギ好き。いいでしょ、嬉しい、すぐにハマったわ。いや、マジでじわる、あれは本当に。いつもいつもワゴがリツイして見てたけど、なんかじわじわ来る。おはようござりす。仙台弁ってわかんない。だってワゴさ、方言使わなくない？おはようございます。ネーム、おはよう、おはよう、おはよう。みんなネーム？ネーム、ネームなの？おいちゃん、こんばんは。ありがとう、たんこさん。こんばんは、おかえり。これが噂のモデルの飯してる。どうしよう。でもトッポギ食べてるってちょっとさ、美容系 YouTuber みたいな感じするよね。おやすみなさい。ありがとう、大さん、こんばんは。もう寝るの？ね、もう寝るの？あーん、食べてる、もぐもぐ、おかえり、おいた、ありがとう、ゆっぴーさん、おかえり。餅みたいな、そう、もちもちしてます。で、あのちょっと辛いんですよ、ものによるかもだけど、これは結構多分これでも辛くない方で、なんかもっと 赤いやつとか、うん、なんかすごい餅が、なんかわかんない、ちょっと温めすぎて、これレンジでチンしたんだけど、そう、はい、あー、あったそう。うまい。うまい。うまいな。ありがとう、はるばるさん。うまっ。うまっ。ありがとうございます。やばい、これちょっと辛い、あ、これ辛い、ちょっとなんか後からピリピリくる。パク、おいしい、食べてる、うますぎる、うん、うますぎるはちょっと大げさかもな。遅くなりました、おかえり、土屋さん、トッポギはうま違う。こんばん、おいたん、こんばんのうち、おかえりなさい。こんばんは、ありがとう、お弁当さん、今夜ご飯中、こんばんは。一番好きな飯テロは、うん、唐揚げかな。トッポギか、俺多分知らん間に食ってる、ま、知らん、嘘、知らん間に、なんで？床で寝ていたところ通知音でおはようします。なるほど、
おはようのオーディションしておはよう。皆さん、タレラギ50カウントありがとうございます。こちら、餅ではなく肉のイベントです。東京の日本橋の神すき鍋専門店元祖神焼きホルモサさんのイメージがある決定戦に参加してます。こちらはですね、6月6日まで、この配信が終わったら3、4、5、6、あと4日で終わりだ。あと4日で終わりです。お種様と50カウントをぜひお願いします。ペコリンちゃん。あとですね、あと9万4000円で花火が上がるんですけど、まあ、花火上がったら何をしてほしいか、なんかいいアイデアがあれば、教えてください。まああんまり使ってる人いないけどさ、同級生でめっちゃ使うやついる。だからそう、仙台弁って何と思って、そもそも、トッポなら家にあるよ。違う、トッポ違う。明日も同じ時間に配信が。そうですね、おかえり部。あ、ありがとうありがとう。パパババーンパパババーン、ありがとうタコさん、ありがとう。パパババーンパパババーン、ありがとうございます。ライスシャワーおめでとう、おいたんおめでとう、おめでとう、ありがとうございます。会場47分、あと9分だ。なしてそこまで仙台弁使うのかってくらいだから親近感あるな。なるほどな。だからなんか、まあ確かに、なんか、なんか青森とかまで行くとさ、結構濃いじゃん方言が。だからあれだったけど、そう、仙台はそうだ、こけしで見てる。うまー草うまー草うまうま。なんかさ、なんだっけ、なんかうま娘で、なんかもう今ちょっといつガチャ引くか本当に悩んでて、ずっとガチャ引いてないんだけど、なんかナイスネイチャー持ってて育ててみたら、なんか途中でなんかファンの数足りなくて目標未達成で終わった。くそー。うまうまうま、ありがとう掃除のおじさん。うまうま。最近食べてないな。ママ韓国帰っちゃったからな。タコさんのママって韓国なの？初知りだ。唐揚げ悪魔だ。唐揚げね、ちょっと今うちないんで、ちょっとみんなに食べさせられない。仙台ならハギの月が好き。あー、美味しいって顔言ったら、なんかそのさ、ご当地のお土産とかなんか全部好きなんだけど。トッポギ食ったことあるが記憶にない。あ、じゃあないの？え？記憶にないのに食べたことあると？筋トレをしていたの。筋トレいいじゃん。なんだかんだで毎日頑張って2枠儲けて偉いね。バブちゃんだよ。こんな褒められてんのか、わけなされてんのか。わらわ美しい姫として、イメージモデル頑張ってるぞよ。持ち食えよレクタン。うまい辛い。誰かなんか韓国料理を一緒に食べに行ってくれる友達とかいないかな。なんか結構葵ちゃん本気でなんか韓国料理一緒に食べに行こうって誘ってくれる人欲しいんだけど自分から誘わない、誘ってくれる人が欲しい。いや、なんか、できるだけ頑張ろうと思って、とりあえず、これが1日3時間とかだったらちょっと厳しいってなるけど、まあ90分のうちの80分を使ってるから、そう、みんなも頑張ってくれてるし、葵ちゃんも頑張ろうと思った次第。花火上がったら母親のおでこに肉を描いていいから。あ、それはダメだね。それはね、それは1回やるごとに50万円ぐらいかかるかな。声が変えた。大丈夫？修学旅行で韓国行った時に食べたのが新大久保で食べたの。え？修学旅行で韓国行くのいいなぁ。いいたまダメダメ。勝手に答えないの。やばかわいい。あ、ありがとうございます。こんばんは、まこさん。ありがとう。久しぶり。ライスシャワーも買ってよ。どういうこと？ライス、ウマ娘の話？ライスシャワー。
ね、トッポギって何？餅だよ。新生姜ミュージアムの帰りに栃木サービスエリア寄ったら、なんとかの月あって食った。でも萩の月がナンバーワン。なんとかの月って何？なんかあとなんだっけなんか青いた、あと仙台のなんか牛タンビーフジャーキーみたいなやつが好きです。レガシーワールド、おかえりです。とこさん、何競馬ね。うちのママは亡くなった。あー、そうか。で韓国人なの？え、何で韓国人なのね。で韓国人だったか聞きたいんだけど。そうか、ママはね見てるよ、ターコさんのこと。あーって、今年も頑張ってるねっつって。トッポギはアオイタンにぶち込まれるイベントない。もう熱々の突っ込んでやるからな。海鮮のお土産持っていくの忘れた。牡蠣ん？牡蠣ん？でも牡蠣はそう、なんかニーアンとかが好き。え、俺でいい？ん？俺でいい？俺でいい？一日3回筋トレしてます。いいね。ナイス姉ちゃん、一年争う難易度だし。あ、そうなんだ。1ヶ月半くらいしてからクリアし、あ、そうなんだ。え、なんかむずと思って。そう、いや、東海帝王が難しいと思ってて、その他のキャラが結構スイスイ育てられるから、うわ楽勝だなと思ったの。他のキャラやっぱ東海帝王が一番むずいなとか思ったら、ナイスネイチャー途中で終わって、と思って。韓国いつでも行くよ、やっかい。じゃあ行こうな。でもね、韓国の別に本場に行きたいとかじゃなくて、ほんと新大久保とかでいいんですよ。じゃあ韓国のママのところ行くか。嘘。ちょっと怪しい。韓国料理一緒に見学に行く。ちちち、食べに行きたいのよね。9時間配信長いね。母上のおでこに肉かけんに50万円だそうです。うん、50万円だね。こんばんは、ありがとう。アナゴさん、こんばんは。やえばかわいい、ありがとう。そうした、今トッポギナウ、アサミンのつぶやき長いてきて久しぶりに見たわ。いや、なんかマッサンとは割と LINE するんですけど、そう、なんか、え、あの新しいアカウントのツイッターフォローしていいのかいって聞いたら、なんか明日私なんか葵とのツーショットを載せてフォローするから、それでって言われて、ん、どういうことって思ったら、なんか紹介してくれんと、なんかれーれー、ナスの月なんてあんの？じゃあ肉じゃなくて点2つで我慢する。なんでね、いやいや、書くことに変わりはない。岩下社長がツイッターでラジオ配、あ、そう、最近よくツイキャスやってるよね。あー、ナスの月だったかも。ナスの月、わかんない。日本人です、日本人か。びっくりしたよ。そうか、韓国にもいるんだな、違うママが。ビーフジャーキー毎回持って行ったけど、みんな食べたのかな。え、うちさ、すぐなくなるんだけど、なんかワゴか、アイタンの口に全然入んないのに、なんかみんな食べてんだけど。家族が。新大久保のお店、店員が勝手に肉焼いてくれるよね。あ、いいね。アイタン、なんか一回だけ、なんかそのチーズタッカルビを食べに行ったぐらいで、他ないんですよ。一人で行くにも行けないしね。韓国行ったら本場のカツ丼食べたい。カツ丼ってあるんか韓国に。葵田丸、こんばんは。今日も可愛いよ、四角。ありがとう、お帰り、こんばんは。手順、段取りを大事にすることで、ね、私身長派葵田。87、ありがとう、カウント、ありがとう。皆さん、もしお腹が空いていたら、トッポギをどうぞ。てか、なんかこれはなんかどっかのなんかほんと惣菜みたいなやつで売ってたやつで、なんかトッポギってなんか何が美味しいのかな、カルディとかで売ってんのかな、美味しいの。はい、あー、うーん、うん、冷めてきた。あ、マッサンか、手順段取り。そうそうそう、じゃあマッサンはなんか何あれなの、なんか多分自分の中のなんか理想像が必ずあるから、そう、何、そうなんです。なんかなんだろう、逆を言えば頑固なんですけど、すごい頑固なんですけど、そう、なんか本当結構こだわりがある子なんで、そう、
ね、全てはマッサンのシナリオ通りに進められている。そうでもなんかコロナで串カツ田中が休業になっちゃって、なんかオープンね、なかなかちょっと遠のいてて、なんかもどかしいらしい。ただいまー、おかえりちびたん、ありがとう。その流れかサミ、そうなの、そうトッポギ食べてのイエス、トッポギだから新大久保でデートすると店員が勝手に焼いてくるかお話に集中。なるほどなー、ねー、なんかあのサムギョプサルとか食べたいね。ねえ、家族用じゃない家族用になってるのよ。お腹すいたよ。フレンチどこ？フレンチはないよ。フレンチはでもうちね月1回か2回ぐらいある。ナスの月とハギの月同じところで作ってるんだぜ。じゃあ実質一緒じゃない？違うの？トッポギってどんな味ですか？ちょっと辛い餅？うん、餅葵ちゃん、ありがとう。弁当さんカウント、ぜひ通りすがりの方も、数字1から50一個ずつ打つと50ポイントまで入ります。もしくは葵ちゃん可愛いとか、葵ちゃんのイメージモデル素敵だねとか、葵ちゃんと同じまつげパーマがしたいなんてコメントを50個入れるとポイントになります。よろしくお願いします。そう聞いてちょっとね、なんか多分、いやわかんないですけど、多分ハッシュタグと、まああのキッチンダイブ、今話題のキッチンダイブさんがリツイートしてくれたからかわかんないですけど、なんかその動画を載せたじゃないですか今日、何そのモアさんで撮影してきましたっていう、なんかそれの動画が本当になんか2時間で5000件で、多分今6000件なんですよ。それは多分タイムラインで勝手に流れた分も閲覧に入ると思うんですけど、そんなことをさ、なんかもうびっくりして、葵たんはええー、と思って、ええー、なんかありがとうございますと思って。そうだからみんな行きましょうどういうこと？で、葵たん7月からイメージモデルなんですよね。そうで7月から多分あのページとかも変わって乗ります。3週目行ってきます、ありがとうございます。ほいほい、頑固一徹、そういや頑固一徹だね。なんかね、なんだっけ、そうまっさに最初なんか結構葵たんいろいろ聞かれて、まずなんか名前決めるのも葵たん聞かれたんですよ。なんかこの中でどの名前がいいと思うって言われて、うーんこれとこれはなしって言ってそれで残ったやつから選んで七の部屋遊びなんですよでなんかキャッチコピーみたいなやつもあって、なんかその中に頑固一徹が一個あったんで、そう頑固一徹はなしって言っときましたそこがいいんじゃんまあそうね、良さではね、もはやマッサンではないので、でも確かにそもそもさ、そう名前にね間が一つも入ってないのよ。新大久保にデートする、いや新大久保デートいいよね。まつげパーマタン、パチ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 、まつげなんか今まで葵たん結構そのなんか上まつげと下まつげが絡まったりとかね、あと逆さまつげとか結構あったんで、なんか今すごいなんかその視界が良好です。そう葵たんのイメージモデル可愛いよ。いい。ナスハートランドお菓子の城で作られてる。可愛い。葵たんと同じ食生活がした。おかえりタヌポンポン。こんばんは。そうなんだっけ。ずっと言いたかったんだよ。タヌポンポンのツイッターって生きてたんだと思って。そうちょっともっと反応してよね。タネ投げお願い。ありがとう。すげえ伸びてたね影響力。いやちょっとびっくりしたけど、まあでもね、そうせっかくなったのでお店の力にならなければ。そう葵たんのイメージモデル可愛いって50回打とうとしたらショールームがそんなわけないじゃないでしょ、違うでしょ、同じことは打たないでってことでしょうね。今7099回、なんでで、もあまりにもおかしいよね。あまりにもそんなにみんななんかネイルとかまつげパーマで検索するのかな。あまりにもだよね。でもおでこに羊の動画で閲覧数伸びてほしかったな。もうほんとなんかあんなの見せられない、ほんとなんか並べちゃあかん今日のやつとあと
フォロワー2980人、3000人は、でもあの動画の、なんか今日の動画載せてからフォロワーさん増えたので、まあまあまあちょっと復活した、そうメンタルが。あいたんと新大久保デートしたら緊張して必死に肉焼いちゃうな俺。ありがとう、いっぱい焼いてくれて食べるわ。ありがとう、タナタナカウント、マジか七戸。そう七戸ってでもやっぱちょっとなんかやっぱ八戸関連でちょっと 青森が浮かぶ。綺麗よ本当に。ありがとうありがとう、言わせたみたいになってないけ大丈夫、餅食べら。あーん、食レポ。むしろなんかみんなと配信してる時の時間がご飯の時間。ね、それなりくたのくまちゃんもそう、そうなんか事務所入ってなんかなんかのグループの候補生になったらしいんですよね。のくまざとあかり、まあでも面白いね。てえでも多分くまちゃんはくまちゃんってあだ名があるからくまを残しておけば、大丈夫よね、わかる。なんか難しいですよね、なんか今の時代ってさ、なんか事務所を辞めてフリーでやる人も増えてるし、でも逆に事務所に入る人も出てるし、なんかどっちの方が生きやすい世界なんでしょうね。お菓子以上ぜひおいで、工場がお城になってくる、うわーいいなー。こんばんは、ありがとうトヨタさん、羊の動画も伸びてほしい、ほんとだよほんと、みんながリツイートしてくんなきゃ。おしゃれの影響力はでかいっすね。いやーなんかすごい、でも、まあ、確かになんだろう、なんかやっぱそういうのって女子のが調べる、なんかさツイッターの検索とかさ、なんか美容系とかアイタンもよくやるけど、インスタとかもほんとメイク道具とかなんかいろんなの結構調べるんで、葵たんも多分女の子は調べるかなと思う。本当の葵たんを見せたいよね。違う、え、今日が本当の葵たん。配信中です、ありがとう。すいません、ひっそりと生きてます、笑顔出します。笑顔じゃなくても別にいいです。はい、あー食べてる、フルカン、ありがとうフルカン。葵たんの消化を助けるナイスコメントをしなきゃ。ナイスコメントもしてるよ、大丈夫だよ。クマを残したあだ名か、クマモンってどう？クマモンはキャラでいるのよ。いやでもなんかさ、あれですよね、そうだからなんか葵たん、そうだ昨日ですよ、そう6月まあ1日だったから、そう事務所に入った人2人辞めた人2人ぐらい見た。見た。食レポ、うちの教祖もフリーになった、あなんか書いてたね、なんかツイッターに、ナスインター降りてすぐだから、車乗らないからさ、おいたんさインターとか寄らないよね、めったに。友達とかに運転してもらってとかだったらまああるかもしれないけど、なんかさ、なんか餅がなんかと餅なんかチーズなんか細かくなってるんだけど、青いタンを見習って羊信者が増えると嬉しいね。まあでもなんか時代はジンギスカンみたいな時代が来るといいですよね。社員でもフリーでも結局は演者さんの資質と頑張りかなと、偉そうですいません。まずなんかこんばんはみたいなお願いしていいですか、まつるくんご挨拶を。こんばんは。でもわかる、なんかその結局なんかわかんないですけど、まあどこにいたって頑張るものは一緒だし、なんかこう場所、確かになんかその場所のせいでって場合もあるけど、こう場所のせいにして言い訳にして頑張らないのは違うから、まあなんか本人次第みたいなとこはちょっとあるよね。はい食べなー、あーあら顔出しますが笑顔出しますになってしまって恥ずかしくて。いいじゃん、
かわいい穴蔵から顔出して、はあ、宇都宮餃子食べたい食べたいね。インター寄らないんだよな、サービスエリアなんだよな。え、なんかわかんない、インターとサービスエリアとなんかちょっとわかんない、おいたん違いが。俺ももうちょっと貯金貯まったらフリーになるよって。わかんない、むしろ今は何、うーん、あー、ラスト餅だよ。みんな大事に食べて。あうまい。うんと餃子の羽、うん、餃子の羽好きだよ。で、なんかあんちゃんはなんか餃子のなんか絶対に宇都宮で食べる餃子の場所があるんですよ。しれっと会話に潜り込む100年しまい。ねえ、なんか、松くん。いや、なんで挨拶すればいいじゃん、普通に。なん、もういるのはさ、知っているのよ、元からね。好きなお肉は？好きなお肉は、馬かな？うん。宇都宮餃子、いつでも食えるが。餃子美味しいよな。やっぱ餃子はね、まあミンミンがよく食べるけど、うん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 、もう一旦撮影が終わったんで、この時間でも食べて OK。 インターとサービスエリアの件かわいいね。何が違うの？インターチェンジ？チェンジ？サービスエリア？何が違うの？トッポギがホルモンかホヤにしか見えない。疲れ目かな。いや、ホルモンめっちゃわかるわ、言いたいこと。昔あちこち遠征したから結構その土地の名物食べてたんだよね。そうなの？いや、おいたんもさ、本当は行きたいのよ、あちこち。行きたい。何それ？ん？トッポギ。もう終わっちゃった。何食べてるの？おかえりメントラさん、トッポギ食べてたけど終わった。なんかもうトッポギの餅とチーズが粉々になった。今雇われ社畜さ。あー、雇われか。でもいいんだよ、そう、いつか世界を支配してやろう。イカのからし屋へ。結構うにょうにょ系ね。東海帝王食べないで、東海帝王食べちまおう。そんな宇都宮通だった。ってか結構おいたん、なんかもう栃木に住んでると言っても過言ではないぐらい栃木に割といる。近所に宇都宮餃子館ある。あー、いいね、餃子館。これあのファミマで一番好きな水。そう、スタンプの時間ですね。あ、12時だ。本日は皆さん6月3日です。おはようございます。おはよう。今日何の日だろう。宇都宮みんみんはご飯無限に食え。いや、そう。なんかさ、なんだろう。もう餃子もパクパク食べれるしさ、なんだろうね、あれはね。15番。15番。よーし。あ、そう。なんか、母上が追加で買ってきてくれて、何揃ってなかった鱗滝左近次の、プチポテトわさび味。てか本当にさ、一個言って、なんかさ、葵たんわさびのお菓子とか好きなんだけど、食べたいものに限って別に好きなキャラじゃないのよ、なんで。で、続いてこちら、鬼舞辻無惨うま塩プレテル。あー、かわいい、グマさん。いや、これもさ、美味しいよね、絶対。なんでよ。ということです。なんかみつりちゃんは売ってないらしい。みつりちゃんが欲しいのに。にゃにゃにゃー。15分過ぎると今さら挨拶感なんすよね。授業始まった後、後からこっそり席に着くイメージする。あー、わかるわ、わかる。大学の講義みたいな、とってもわかる。インターチェンジは料金所、サービスエリアは休憩所。へー、え、全然違う。世界を支配か。いいね。そう、世界を支配。バリバリの炭水化物やん。炭水化物大好きだもん。
マトル君わかる、ワイも配信スタートダッシュに失敗したらしれっと紛れる。いやそうなのだ、なんかそれはでもレックタンうまいのよそれ、結構なんかなんだろう、なんかあれあれみたいな、あれ絶対に最初いなかったけどなんかいたなみたいな、なんかねうまいのよね。栃木のスカイベリーも食べた、あー食べたい、いちご狩りに行きたいね。うん、もういちごの時期終わっちゃったけど、栃木に割といる割にエンカウントしね、合わないね。おやすみ。もう寝るの、ゴーさん。インターチェンジは一般道と高速の乗り換え口みたいな、サービスエリアとは休憩。ラオイタンはサービスエリア大好き。おはようございます、おはよう、おはよう、そういった、おはよう、まごちゃん。母上の追加お菓子、そう、プチプチプチ、母上の豆さん、母上は何としてもコンプリートしようっていうあれがあるからさ。ムーミンの日だ、あ、ムーミンの日か、今日ムーミンか。なんかムーミンはあれはね、カバじゃないんですよ。ムーミンってカバに見えるでしょ、カバじゃないんだよ。あとね、スナフキンっていう帽子をかぶったやつがね、すごいいいことをよく言ってる。うん、ムザンの日、本当だ、うわ本当だ、やだどうしよう、スタンプ開けたくなくなってきた。スタンプあと3つしかないんですよ、あと3つ。今日はでもなんかいいのが出そうだな、気持ち的に。いちご狩り行こう、いちご狩り行きたいなり。ムザン、やめてやめて、ストコさん、あ、月の人さんお帰り、こんばんは。ムザンのやつ絶対うまいこういうプレテール好きだよ、ムザンの味売れそうね。ああいう、そう、うま塩ってうまいよな。プチシリーズとか15年ぶりに見た、嘘、ラングド社が言っちゃうんすか。あー、わかる、ラングド社カナオなんですよ。スカイベリー食ったらとちおとめ食えなくなるぞ、なんでなんでレックシの見習いみーみー、よし、やばい、あと7分だ、早く開けなきゃ。ということでこちら、青いタンもみんなも大好きな鬼滅の刃のスタンプ列伝です。開けていきましょう。カバじゃないよ、ユキリンだよ。絶対になんかおかしいぞそれは。いやそう、でもそう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 、あの結構でもそう、リトルミーっていうなんかちっちゃいおばさんがいるんですけど、おばさんかなあれ、なんかあれもいいこと言ってるねよくね。そう、カバじゃないんか、いやカバじゃないんだよ、カバじゃないよね。まつるくんは膨大なティーオーラを消しきれないTO になるにはまだ早い、まだ早い。 SH さんありがとう、ありがとう、こんばんは。ムーミンの日か、そうだ、飯能へ行こう。そうそうそう、あのムーミンパークみたいなのありますよね。インターチェンジのご飯すこ、わかんない、インターチェンジは違う、サービスエリアだよ多分、わかんないけど、わかんないけど、でもそう、休憩所のご飯は好き。6月20日、ああそう、緊急事態宣言ね、20日で終わるんだろうか。ということで、では、今日は青いタンは、でもいいのが出る気がするから、カナオかしのぶだと思ってるとか言いながら、原野だったらもう青いタンはもうもう頑張れないや。よし、では皆さん行きますよ。はあ、ドキ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 。では今日のスタンプは何が出たでしょうか。行きますよ。はあ、あー怖いな。無惨神社が実は首を切り落とした、鬼の首を切り落とした、なんかそういうのってさ本当にあったのかな昔。わあ、 TO、 TO はなんですか、TO というのは、難しいですね。そう、それは TO じゃないですね、ホイホイのは。まだ早いというか一生無理す、頑張って頑張ってよ。当たりおお、いやまだまだ早いよ、みんなみんな見てないだろう、はいおめー、こら今日のかわいこちゃんは行くよ、行きますよ、3、2、1。
イグロさんですね。蛇を使う蛇柱のイグロおばないさんです。おめでとうございます。にゃーん、ありがとう。ヤスさんこんばんは、久しぶり。バラありがとうございます。ありがとう。でててバラより君は美しい。ありがとうございます。今日の可愛い子おめー見てないのよ、なしさんのもね。自分の中ではそう思って、えいやいや、それは女の子が TO っていうのはないですね、葵たん今まで。うん、なんか TO っていうか、でなんかその TO っていうのはなんかわかんない、葵たんにそのない存在してるのかわかんない。なんかね、みんなね、なんかあの結構なんか譲り合いの方が多くてなんか我こそはみたいな人あんまりいないので、そうみんなもっと積極的に来たらって感じ。かわいいね、イグロさん。ありがとう、ありがとう、イグロさん。当たりやん。まあどちらかというと当たりかもしれない。ふふふ笑ってる。今夜も干され気殺隊、色は多分黒な気がする。青いたん、青だった、青だわこれ。まあでもカブラマル可愛いから、なんか蛇を連れてて、でなんかこの人自身はまあちょっと口元隠してるには理由があるんですけど、そう、まあこの蛇のカブラマルと一緒に戦ってる。ニーハオありがとう、ニーハオシェイシェイありがとうございます。アオイタンことナンバーアオイです、よろしくお願いします。ペコリンチョ、毎回おいたんを困らせてくれるな、鬼滅ガチャ。どうしよう、あと2個しかないのに、カナオが来ない。変わらない。変わらないか。念じても変わらない。来てます、来てます。ハンドボール。はぁ、ちょっと押しとくか。なんでなんねん。しょっ。あ、でも待って、このスタンプめっちゃ可愛い。あ、これはいいかもしれない。見て、ほら。なんかね、全部点々点になってんの。あ、これは可愛いな。あ、これ可愛いな。イグローさん、登場時とラストの時差でお気に入り。いや、そうそうそう。いや、そう。それはわかる。わかるわ。そう。ラスト、後半がね、そうなのよね。そう、ここ譲り合い精神がすごくて最初びっくりした。そう、やっぱちょっとお尻にいるんだな、みんな。葵たんにそっくり。迷惑2分半オーバーしてない？でもまだ大丈夫だよ、だお。口元隠してるの理由なんてあるの？コロナだからでしょ。いや、そう、先取りですから、イグロさんは。80分だから大丈夫か。そうだから、まあ最近はとりあえず5分、2枠目は結構5分後、予定してる5分後まで伸ばしてますね。合計90分、予言、いやいやいや、なのよ、ありがとう。かなはきっと最後の1個。いや、どうしよう。もう、出なかったら？いや、少なくとも現世ではナンバー TO 四天王がご健在かと。四天王ならまつるくん入れるんちゃう？でもさ、わかんない。なんかさ、TO の定義ってわかんないけど、でもさ、なんかさ、あるよね、なんかなんだろう、誰がどう見てもあ、この人が TO かって分かる人が TO なんだろうね、きっと。そろそろお時間か。イエス、お時間。ギリフル、はい、ありがとう、ありがとうございます。はい、ということで、種投げ50カウントまだしてなかったよって方がいたら、今急いで、今急いでお願いします。明日の配信なんですけど、こちら6月2日 ?3 日です。シュ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 、6月3日の、はい、6月3日の木曜日、20時半から21時10分と、23時半から24時10分、今日と同じタイムテーブルです。よろしくお願いします。ペコリンちゃん。あとはですね、明日か明後日には、YouTube のリトルナイトメアの
顔出しのやつを載せたいと思います。顔出しつってもほとんどちょっと顔映ってないんですけど明日か明後日ちょっと間に合えばって感じです。チャンネル登録しておいてください。出なかったら教えしかしません。出なかったらそんな時はみんなで呼ぼう、せーの母上。でももう売ってないんじゃない、しかもそんなにスタンプあっても使い切れないんだよ。おちょかれありがとう。 TO になりたいけど、なりたいけど、ゴーさんドキ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 。そう、なんかお金を一番使ってるから TO ってわけじゃないと思うし、そうなんかまあ一番宣伝してるから TO とかでもないし、難しいですよね。なんかきっと単押しである必要はあるんだろうな。いや多分それはごめんあるねそれはおそらくあるね。うん、やっぱなんかさ他の人応援して、この人と応援してて、そう TO ですっていうのはなんかこう説得力は確かにちょっと欠けるわいや少なくとも尊敬する4人の方、4人で誰、もっと尊敬しなみんなのことこらこらこら、葵ちゃんはまつるくんのことも本当に尊敬しております。ありがとう、こばんお弁当さんありがとうございます。てってってはい、どうぞ。これで、葵ちゃんと韓国料理を食べよう。ありがとう、コバーン。いや、ルイちゃんの、ルイちゃんの TO は。TO って、だってあそこはパート大ちゃんじゃないの。やべ、ちょっとそろそろ終わりだ。やべ、5位、レクタン、ありがとう。4位、ユッピーさん、ありがとう。3位、イーグル兄ちゃん、ありがとう。2位、ホイホイ、ありがとう。1位、カメラモン、ありがとうございます。他にも、種投げや50カウント、今日もありがとうございました。明日は、っていうか、あと4日あと4日で終わりですので、ちょっとそろそろね指が腱鞘炎になってくるかもしれませんが、よろしくお願いします。ペコリンちゃんブー気に入ってるかわいいかわいい、ブー前世の TO トラブル懐かしい。でもあんたとかは別になんか別に TO トラブルそんな特にない、なんか優しい世界だっていつもなんか多分サルオなの、あそうなの、そうなんだ、確かにサルオもそうだな。流れ物だからな流れ物で、そこからさらに流れていかないようにもう囲ってあるから、もう顔を映さず徐々にカメラ、顔を映してたのにどんどんカメラずれちゃって顔が切れちゃったパターンです。そうなのよ。そうはい、ということでどんどん終わりにしまーす。ありがとうあと右上のハート白い方は毎日配信してるのでピンク色にお願いします。あと葵ちゃんのツイッターとインスタグラムもぜひフォローしてご覧ください。ペコリンちゃんトップ4しかいいよ、確かに今ハク様寝てるんかなって思ったらよかった、ありがとう。はい、ということで皆さんありがとうございます。明日も元気に過ごしましょう。以上葵ちゃんことナンバー葵でした。いい夢見てね。